5月31日の洗濯天気予報です。こちら千葉幕張のお天気カメラですが、皆さん傘を差していらっしゃいますね。本降りの雨となっております。では見ていきましょう。洗濯指数マップです。今日は西日本晴れて日差しの届くところ多くなります。洗濯物の外干しも可能となりますね。また近畿やそして東日本、こちらでは雨の降るところ多くなります。徐々に天気は回復へと向かっていくんですが、午後もにわか雨の可能性があります。注意が必要です。北日本はすっきりしないお天気ですね。部屋干しを行ってください。では天気の流れを見ていきましょう。こちら天気分布予想です。オレンジ色のところ晴れのエリア、曇り、灰色、青色、雨です。西日本徐々に晴れるエリアが拡大していく見込みです。日中は25度以上、30度前後まで達するところもありそうです。しっかりと乾く地域多くなります。特に濃いオレンジ色のところは快晴のエリアです、晴れるところ多くなりますが、一部ですね、東日本などは雨も計算されています。東日本などですと明日の方が良さそうです。ということで明日の天気アイコンも見ていきましょう。こちらです。明日は東日本、中部や関東などしっかりと晴れて日差しが届きます。日中は25度以上というところも多くなりそうです。ただ北海道の方では雨が降りやすくなりますので、こちらは引き続き部屋干し、その他の地域は外干しできるところ多くなります。洗濯情報はウェザーニュースのアプリから確認できます。ご活用ください。